菅内閣の不信任決議案が先ほど与党などの反対多数で否決されました立憲民主党など野党4党は新型コロナ対策で失策を重ね国会を閉じるのは無責任の極みだなどとして菅内閣の不信任決議案を提出しました自民党の二階幹事長は不信任案が出たら衆議院の解散を進言すると語っていましたが菅総理は解散に踏み切りませんでした 国会は明日閉会しますが新型コロナ対応については引き続き議論される見通しです。